カール・ヘルマン・ゴット・ハルト・ハンドリックは、ドイツの近代五種競技選手、軍人。スペイン内戦で5機、第二次世界大戦で10機を撃墜したドイツ空軍のエースパイロットである。1936年のオリンピックのメダル授与式で、表彰台の真ん中に立ち敬礼する、ハンドリック1908年10月25日、ザクセン王国のツイッターウで生まれる。1929年、 アビトゥーは合格後、バイマル共和国軍に入隊。高い運動能力を有していたハンドリックは、ベルリン近郊のビュンスドルフのスポーツ学校に入学するように命じられた。1936年8月、ベルリンオリンピックに出場し、近代五種競技で金メダルを獲得した。これ以降、レナシェーネ・ボルンが2008年の北京オリンピックで、 金メダルを獲得するまで、ドイツ人選手は近代五種競技でメダルを獲得できなかった。1937年7月18日、コンドル軍団の第88戦闘飛行隊の飛行隊長に任命された。ハンドリックは、スペイン内戦中、プロペラにオリンピックマークが描かれたメッサーシミット BF-109D に登場した。ハンドリックは 5K を撃墜して、 エースパイロットとなり、この選考から県付けスペイン十字賞金賞を授与された。1938年に本国に帰還し、1939年5月1日に第26戦闘航空団大愛飛行隊の飛行隊長、1940年6月24日には JG26 の戦闘航空団司令となった。8月26日、 メルゼブルク予備戦闘飛行隊の飛行隊長となり、アドルフ・ガーランド中佐が公認となった。10月7日、ブカレストのピペラに移転した第52戦闘航空団第3飛行隊の飛行隊長となり、クレタ島周辺で戦闘を支援した。10月14日、3JG52 は第28戦闘航空団に改編され、ハンドリックは、 同航空団の戦闘航空団司令となった。1941年1月4日、JG28 は3、JG52 に再編された。6月23日、ベルンハルト・ボルデンが少佐に代わり、第77戦闘航空団の戦闘航空団司令となった。ハンドリックは東部戦線で9月29日にミグマイナス3を10月22日に ポリエチレンマイナス -2 を撃墜した。1942年5月、新たに設立された第5戦闘航空団の戦闘航空団司令に任命され、ゴードンゴロップ少佐が公認となった。1943年6月15日、オストマルク戦闘航空兵指導官となり、10月17日にドイツ十字賞金賞を受賞した。1944年6月15日、 オストマルク戦闘航空兵指導官は第8戦闘機師団に再編され、ハンドリックは戦争が終結するまで同士団の師団長を務めた。1945年初頭のボーデンプラって作戦には作戦参謀の一人として参加した。ビッテンで実業家として働いた後、ハンブルクでダイムラーベンツの代理人として働いた。退職後、アーレンスブルクで暮らし、 1978年5月30日にその地で亡くなった。ありがとうございます。